頑張っていくよ、頑張っていくよ、頑張っていくよ、シャーシャー、テイクスリー、スリータイガースポーツ2021だー、なんと和田屋さんから1周年記念のお祝いのお花いただきました。すごい和田屋さん、なんかものすごい並んでるって。毎日今だってもうずっと行列らしいですよ。なんか俺の知り合いもなんか食べに行ったら並んでて、はいはい、でもちゃんときっちり食べました。美味しかったですって。あの花輪くんも食べに行ってるみたいですね。あ、そうですか。カバさんの格好で。俺の格好だ。俺の格好というか。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます、和田屋さん。ありがとうございます、和田屋さん。はい、ちょっとこちら。どうだったのそれで。はい。あの、タカチャンネル1周年のあの VTR は。いや、よかったじゃないですか。なんせ、久保田さんのナレーションしてくれたじゃん。いや、ありがたかったですね。ねえ。本家の大御所が。だから、まっこいちゃん会ったでしょ、久保田さん。ありました、ありました。俺、会ったことないわけですよ。いや、すごく品のある。うん、もうほんと喋りもなんか間を大事にして、もうほんとここの喋りは品があるのかないのかっていうのをすごくこだわる、もうプロフェッショナルでした。品ね、品、まあ上品な方なのね。そうなんですよ。上品な方に品芸、下品なマッコイがナレーションお願いしたことね、うん、まあ、まあそうね、下品、まあ、否めないですけど、まあ、右と左っていう感じで、うん、なんか水と油みたいな感じ で、 逆に相性良かったです。相性良かった、うん、久保さん好きですね。すごくね、ナレーション、うん、こう久保さんがまさかやってくれると思ってないから、もうみんなびっくりしてる。びっくりしてる。さすがタカチャンネルズと。素晴らしい。ありがとうございます。いろんな人の支えで一周年、この場をお借りして、タカさんありがとうございます。よろしくお願いします、久保さん。いや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 、そうですか、はい、1周年超えて。超えて、もう新たなね、新た一歩として。というわけで、交流戦も終わりまして。終わりました。日本生命交流戦、セパ交流戦。うん、なんと、MVP は山本投手。あら。3戦3勝、防御率 1.23、33奪三振。これどうなんですか。いや、完璧でしたね。あの特にあの広島戦の完全試合目前まで行った投球、うん、もう完璧でした、うん、もうこの交流戦でオリックスの山本君33、そして宮城君、それから山岡君も奪三振、うん、2人とも2位なんですよ。もう全然みんな打てなかったってことですよ、オリックスのピッチャー。日本生命賞他に、ビシエド選手、期間4割9厘、27安打。すごい。そして伊藤投手、あの、苫小牧駒大の彼がなんと3勝、防御率は山本君より 0.901 点取られないっていう、すごいですね、20奪三振で、伊藤投手も日本生命賞。立派、おめでとう。そんなわけでオリックスが優勝して、もうパ・リーグがなんと始まって、もう山本投手がいきなり楽天を6回1失点で勝って7勝目、勝ち星、防御率、奪三振、ピッチャー今3冠です。すごいですね。すごい。今年23歳のかな、優勝するんじゃないですか。もうジャパンのエースでしょうね。間違いないですね。今回オリンピックの時僕思うんですけども、はあ、準決勝山本君投げるんじゃないですか。いや期待したい。準決勝勝たないと決勝ないですからね、うんうん、そして宮城投手、はい、今日8回、はあ、0点すごい、いい投手いっぱい。宮城君はもう今年プロ2年目で、うん、この8回四死球ゼロですからね。へー、あのカウント悪くしても変化球でストライク取れるっていうのはもう今年若手すごくないですか、うん、もうこれでなんと、はい、オリックス8連勝で楽天と同率首位、ね、32勝27敗8引き分け32勝27敗9引き分けということで、もう分からなくなってきました。言ってましたもん ね、 ね、オリックスが台風の目って。台風の目来ましたよ。来ましたよ、うん、そしてソフトバンクも今日ギーダがホームラン打ったんですかね。2安打、はあ、打てないですよ。あ、ソフトバンクチームとして、はい、あ、ちょっとソフトバンクピンチですね。頑張ってもらいたい。頑張ってほしいね。ロッテもですね、岩下投手がすごいいいピッチングして
あれいい感じかなと思ったんですけども、今週は1勝1敗1引き分けということで29勝29敗9分けで貯金できないんですよ。あらロッテ頑張ってほしいのに、西武もアグーと、森君とかホームラン打って今井投手が抑えて2勝2敗1分け、うん、ここまた貯金できず、あらそれで日本ハムは浅間君という横浜高校出身の左バッターが今先発で結構頑張っていて1番、今日も先頭打者ホームラン打って、この3連戦3発3試合連続、確かね僕の記憶が正しければ2年生の時に3年生だった楽天の松井君、東光学園、あの松井君から2年生の時にダッってライトにねホームラン打ったんですよ。それ僕ね見てたんですよ横浜スタジアムで。あの子はちゃんと立派になられて、ねえ1号から3号、3連発、はい、で上沢投手6勝ということで、うん、日本ハムまだまだ頑張ってもらって、そして、はい、阪神も今週は1勝2敗でしたけども、佐藤選手17、18、今日の18も見事にレフトに、ね、あの浜風に乗って綺麗にレフトに入れて、その前の17号も戸郷君からドンと右中間に行って18号ですよ。岡田選手の阪神岡田選手の記録と並んだんですよ。球団記録がまあ田淵さんの22年ですよ。田淵22号好きだからね。田淵田淵沖縄行くとなんて言ってきちゃう。田淵沖縄行くと、タカちゃんは田淵さんのこと違う名前で言う。手道光一。手道。手道って言うからね。危ない。ジーマーミー豆腐。田淵さん全然沖縄じゃないんだけど。17、18で、岡田選手の記録に今日並んで。並んじゃう。もう田淵さんまであと4発。これ抜くんじゃないですか。いや、もう確実ですよ、ね。もうこれからあれですよ。新人の、あの、清さんの31に向かって打っていくという。そうですね、1年目ですごいですよ。もうナンバーの表紙ですよ。そうですね、見ましたよ。ナンバーコンビニで、あ、やってましたね。してました、してました。ちょっとこうふてぶてしい、ふてぶてしい感じでいいですよね。ナンバーの表紙を新人で飾るのは、清さん、松井くん、巨人の秀樹、はい、そして佐藤くん、3人目。いや、もうトップスターだもん。だから令和の怪物という。そうですね、だから巨人に、そうね、まあ東郷くんか、東郷くんが立派なエースになって。そうですね、今ね、やっぱ昔はね、江川卓と、はい、江川卓、江川卓と、いわゆる、かっけふ、ほら、かっけふ、似てる、ね、ちょっと似てるわ、ね、つまり、巨人と阪神は宿命のこのライバルで、でも、佐藤君に好敵手がいないといけないわけですよ。なるほど。で、ピッチャーで欲しいです。だから戸郷君頑張んないと、もうちょっとね、いわゆる令和の名勝負っていう形にならないんですよ。佐藤ベース戸郷と言われるんだけど、ね、今やっぱり佐藤君に対抗できるっていいライバルって言ったら、やっぱりジャイアンツの岡本君のこの 4番打者としての、佐藤君が、まあ、将来4番打ったら岡本君と佐藤君のこの4番対決っていうのは、なるでしょうね。佐藤選手はピッチャー欲しいですよね、ジャイアンツ坂本選手が250号、はい、打ってましたね、なんとお母様の5命日に打ったという。うわー、お母さんが喜んでますね。ねえ、250号、頑張れ、もうギダなれ、ねえ、坂本さん頑張って、ヤクルトは村上くんが、うん、まあみんな打ってますけど21号、両リーグトップ、いや、すごいですね。落ち着いてんもん ね、 でね、村上くんのすごいところはね、ベンチのど真ん中ですげえ声出してるんですよ。もう来年テッドから村上くんにキャプテンやらした方がいいんじゃない？ね、すんげえ先頭に立って盛り上げて、だから伸びてますもん、チームが。そしてオールジャパンにも選ばれて、ね、活躍してほしい、ね、はい、でテッドも18号打って、はい、山田さん、石川投手も3勝、この間ね、あれじゃ、ね、もう3勝ですよ、素晴らしい、中日もあの
東海大相模の優勝投手、はい、小笠原投手が5勝、広島森下君が久々に4勝、こんな形でセリーグはまだジャイアンツ6ゲームついてますからね。これは決まっちゃうんじゃないですか。だから山口投手が帰ってきて、やっと丸選手もこの間ホームラン打って、坂本君も戻ってきて、どれだけこの6ゲームを秋までにどのぐらい戻るか頑張ってもらって、セリーグはちょっと差がついてます。そして今週出ましたよ、大谷さん、すごかった、5戦5発、いやー見たもん、左から一発、また2試合連続で左から一発、どうなってんすか。その後先発して6回1点で3勝目、その次の日に2発、そして今日1発と5戦5発、すごい、22号、トップですよね。いやトップじゃないです、違うんですか、上にゲレーロジュニア、ああ高さんの好きなね、ゲレーロももうね、右で行ったり引っ張り込んだりセンターに行って、ものすごい、なんだろうな、お父さんの柔らかさ持ってんだよね。お父さんも柔らかかったけど、体格的には、ね、お父さんの感じよりちょっとグッっていう、こうぽっちゃりしてるんですか、ぽっちゃりしてるんですけどね、まあ打球が飛ぶゲレーロジュニア、ゲレーロジュ、おいでナ・リーグはタティス・ジュニアが、タティス・ジュニア、22号、その下にはアクーニャ・ジュニア、アクーニャ・ジュニア、ジュニア祭りね、もうとにかく大谷さんはもう今打席に立つと周りからは MVP、MVP、MVP の声が、かっこいいね、モーストバリアブルプレイヤーね、オフ行かないと、タカちゃんもスープ作りに、もうね、ワクチン打って行きたいね、行きたい、もうトントンと2発打ってね、もう行きたい、ことことスープ煮たい、大谷のために、煮て煮て、大谷さん、そして菊池投手も、お菊池さん、もう158ぐらい投げるんだね、うん、98マイルぐらいのまっすぐで、うん、7回行って、クオーター、うん、クオリティスタートはもう何試合続いてるのかな、すげえ続いてるんですよ、抜群の安定感で4勝目、ね、岩手チーム岩手頑張ってます。そして、ジョコビッチ、チチパスなんで2セットアップから負けたかな、よかったんですよ、トントンと2セット取って、あ、ついにチチパスが時代の扉を開けるかと思ったのに、第3セットの第4ゲームでサーブをね落としたんですよ、はあ、そっから急にガガガガって、あれなんだろうな、そっからもうほぼジョコビッチサービス落とさないで、うん、でそうなるともっと厳しいとこに返そう、もっと厳しいとこに返そうとしてミスってってしまうんだよね。ジョコビッチって必ず前後の時もそうだけど、メドベージェフがいいテニス準決勝までしてたのに決勝だと追い込まれてっちゃう、それでボンミスを繰り返していってしまう。やっぱテニス難しいですね。なんか精神的にこう倒していくっていう、なんかプロです、ね、こううってこう、こうなっていっちゃうね。あで腕が縮こまっていっちゃう。ああもうでもジョコビッチの技なんですか、それが。とにかくディフェンスが完璧ですよ。どんなとこからでも返してくるって。で四大大会19勝目。素晴らしい。もうあとナダルとフェデラー20勝ですけど、ウィンブルドンも勝つし全米も勝つから今年21までグランドスラムになっちゃうんじゃないかな、年間すごいですね。そして今日井上尚弥、井上すごいだできましたねあれすごいんだろうな、こうダンってもうこうボディーをダンッてガッ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 ガあのおならじゃないのよと一緒、あ後からじわじわ来んのよ、なるほどなんだろう、全然わかんないけどおならじゃないのよ、おならじゃないのよ、空気が入っただけっていうの
全然分かんなかったけど、大人になってからこのことかって後から後から来る あれと一緒で井上尚弥のボディがバンって来た後、おならじゃない、おならじゃない、空気が出てる。なるほどね、後から来るんだね。来ますよ、あれ3発ぐらい入ってましたね。あの後もうさ、こうだもんね、こうやってもう 見切っといて、それでクッて入り出してドンっていう、みんなドンって、あだおならじゃないの、おならじゃないの、ね、パンチが入っただけいう感じなの。いや確かによく見てますね。あれはやっぱもういないでしょ。いないです、いないです。もう本当にあのもう一個、もう一人フィリピンにね、もう一回だからドネアとやっても、うん、もうドネアもドネアのこの間の試合もすごかったけどね。すごかったですね、あの唯一ね追い詰めた試合でしたから。いやどうね、あともう一回やっても勝つだろうな。もうとにかくあと2つ上げられるよね。上げられますね。だからスーパーバンタム上がって、まあそれからフェザーとかありますからね。フェザーまで上げれるか、フェザーまで行ってもいいような5階級、はい、5階級いきますね。相手いるかな、相手がいいのがいればスーパーファイトなんでね。そうですね、いや井上尚弥君、いや天才ですよ、敵いないという、敵なし、ええ、そしてなんと、はい、帝京サッカー部があら久しぶり、11年ぶりに全国大会に出るんです。すごいですね、インターハイに11年ぶりなんですか、はい、長いこと野球部も11年出てないんですよ、ええ、だちょうど同じ時期にサッカー部も野球部も下がってきちゃったんですよ。あらなんと11年ぶりにインターハイ、いやー素晴らしいじゃないですか。頑張れ後輩、魂出せ魂、頼むぜ魂、提供するすりゃ、集まった時にサッカー部がやってたんですよ、あなるほど、サッカー部があって手に入って、試合前にこう、こうサークルになって、はいはい、頑張ってくれ、頑張ってくれ、はい、しゃあしゃあ、はい、提供するすりゃそういうのがあったんですね。これが、帝京サッカー部、とにかく僕らが1年生と3年生の時に全国優勝です。だから清さんと一緒ですよ。なるほど、1年3年で、冬の大会優勝ですから、かっこよかったですよ。俺が1年生の時の3年生、早稲田さんというキャプテンがいて、よく出てきますね、宮崎から越境で入ってきて、はい、でこの間まで、宮崎の学校の監督をやっていて、息子さんも全国大会とかで出て、そのキャプテンが、提球すりゃ、キヤラキヤ、おーい、キヤラキヤ、キヤキヤ、おーい、との150人ぐらいでやるんですよ。おー、かっこいい。もうね、初めてそのサッカー部の練習を見たとき、ちょっとサブイボでしたよ。おー、マリーニャ。150人が、ね、3列で、ね、早稲田さんというのは一番先頭の真ん中なんですよ。てきゅー、せりゃ全員が、おいっつって、ずっ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 。走っていくんですよ。グラウンド、無人のグラウンドですよ。それで誰からともなくこう順番にキャラキーって言うんですよ。何て言ってんですかそれ。これが1年生の時分かんなかったんですよ。分かんないですよ。気合い入れろ気合いって言ってるんですよ。ああ、これをザッ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 キャラキーキラキーラに聞こえるんですよ。この後がかっこいいですよ。これで何秒間かずっと向こうが曲がって、そっから150人がですよ、全員で「おーい!」って、もうね、うーんって地響きのようにグーンって、ここに帝京大学病院っていう病院の入院棟があるんですけど、入院棟のガラスがブカブカブカって風圧でね、あれかっこいい。うわ見たいなそれ。150人、いや圧巻でしょうね。いや圧巻です。もうなんかね、1年生の時見た時しびれました。ああ
い、かっこいいなと、そのなんとこのサッカー部が11年ぶりインターハイに出る監督さんっていうのが、うん、最後の帝京の全国優勝した時のキャプテンらしい。早稲田さんという方ですか。いや、いや、あ、その方だから俺らの何個したの。ああ、そっか、11年10個したぐらい。なるほど。11個か12個ぐらい下の後輩が今サッカー部の監督になって11年ぶり。いや、今年じゃあ全国高校サッカーも楽しみですね。久しぶりに黄色のカナリア帝京のユニフォームで、ね、いいですね、見てもらいたい、ね、今それってあれですね、いや、あのユーロもやってるんです。ユーロ見てますよ。今日フランス引き分けだったんですよ。あ、そうなんですよ。負けると思いましたよ。ちょっと攻められてましたから。いやー、でもすごいね、フランスすごいね。フランスすごいですよ。ムバッペいて、あのフォワードすごいですよ。化け物ですよ。カンテいて、ボーグバいて、そしてあのグリーズマンいて、いいよね。今日グリーズマンダンって入れてた。あの軽く入れてましたね。さ、はい、やってましたやってましたね。やってましたね。あれってまた、もうムバッペが早いね。ムバッペ本当にさ、エムバペなの、ムバッペなの、なマック田舎っぺなの、何なの。俺は田舎っぺですけどムバッペでいいんじゃないですか。でもユニフォームちょっと違うんですよね。だからエムバペって言ってる表記の人もいるし、ムバッペっていわゆる本当のフランス読みだとムバッペなのかもしれないけど、すごい。でもマッコ田舎っぺってのもあるんだよね。マッコ田舎っぺは回ります。もう40年ぐらい続いてます、うん、すごい速さがすごかったですね。でも勝てるもんの、もう相手のね。だから、ね、見てる限りベルギーとフランス、でもドイツもやっぱ強いです。でもドイツこの間 1-0 でフランス破ってるね。そうですね、あと今日ポルトガル負けたんです。ポルトガル負けました。2対4かな。今度ポルトガルとフランスなんです。そうです。これね、また朝4時ぐらいから、うん、そうなんですよ。大変、本当そうですよ。もう今日サッカー見て、もうあの井上君見て、野球見 見て、これもんですよ、はい。そして今週の杉谷さん、ゲタお願いします。杉谷さん、ファーストゴロ1打席だけです打率0、0割8分3厘ということで、だんだんですね、うん、デグロームの防御率5日時点今デグローム 0.53 ぐらいなんですよ。頼むぜ。デグロームはまたですよ、この間3イニングで8奪三振、それで肩痛いっつって、降りたんですけど、その肩痛い原因が、うん、右投げなんですけど、左打ちでバッターなんですよ。あ、なるほど。で4割打ってるんですよ、はあ、二刀流ってもうデグロムのことでもいいっていうぐらい、はい、でこのスイングによって肩痛めてるっていう、はあ、だから次の登板の時は多分こう立ってるだけだろう。なるほど。打点もすごい上げてて、6打点だから上げてて、失点が自責点4かなんか、うん、で失点より自分の打点の方が多いっていう、ね、お化けピッチャーです。ピッチャーです ねちなみに僕、4年前にデグロームと写真撮ってます、はい、すげえなそれ、デグロームとこうやって。デグローム知ってたんですか。デグローム俺の顔見たお前かーって、うん、田中派と、うん、デグロームかっこいいです。まだ僕が会った時は髪長かったんですよ。すっげえかっこいいです。いや、このぐらいありますね。1m93 ぐらいだ。すげえ手足長くて、もうピッチャーらしい体型です。でかいな。そういうわけで今週のご一緒はお願いします。大谷さん、5000ご飯危ないよ本当に危ないよ。なんとホームランダービー出るってらしいですよ。あのオールスターの、はい、あーで今オールスターの DH で、倍ぐらい差つけてますからね。ついに大谷さん、ア・リーグの2番バッターかなんかで、うん、それこそナ・リーグの先発デグロームで、デグローム VS 大谷さんのオールスターの1回、うん、いやー見たい。もう行っちゃうの。行きたい。もうワクチン打っちゃう。ワクチン打ってももう打ちたい。ワクチン打っても、もうとにかく帝京サッカー部出るということで、井上君の3回全員勝ちもよかったし、はい、なんせ右と言って左と同じじゃない
テンポが良くなってた。